香水をつけないスノーマン、岩本照、佐久間大介は、佐久間の匂いがする、と語る服に香りをつける独自の方法とは。その後、佐久間が、ちなみに岩本くん、最近、柔軟剤とかどういう匂い使ってる、と質問すると、岩本は、柔軟剤はずっと同じの使ってる。柔軟剤の種類は変えない、俺、と即答。しかし、佐久間からの、何系の匂い、との質問には、別にいいじゃん、と、詳しい香りは明かさず。それでも佐久間が、教えてくれたら、みんなテルと同じようにできるじゃん、と詰め寄ったところ、岩本は、俺は結構、香水使うタイプだから、とコメント。佐久間は岩本が香水をつけているイメージはなく、テルの匂いしかしない、と話したが、岩本は、佐久間は俺の匂いだと思ってるけど、それが多分、香水、だから佐久間は多分、俺の匂いを嗅いだことない、と断言。まさかの事実に、佐久間は、嘘だろ、と愕然としていた。ちなみに佐久間は香水を、全然つけない、とか。岩本の、佐久間、って匂いがするよね、という意見に、めっちゃ言われる、と認めつつ、俺、タンスの、引き出しにバスボムとか入れて匂いつけてるから。柔軟剤も使うけど、その匂いよりも全然そっち、バスボムの匂いが多いかな、と、独特な方法で衣服に香りをつけていると説明。